日本高野連は2日大阪市内で理事会を開催し7イニング制導入について検討する高校野球7イニング制に関するワーキンググループを設置したことを発表した写真伝説となった延長18回決勝三沢松山商船太田浩二は有名だが松山商の投手の現在はすでに専門家などを交えた同ワーキンググループは6月21日 7月22日に会合を実施済み、7イニング制導入のメリット、デメリットの整理や、導入されている諸外国での実施状況の分析を進め、12月6日開催予定の理事会で同グループが整理した内容を報告する予定とした。U18 の国際大会でもすでに導入されており、韓国、台湾、ドミニカ共和国などでも高校生年代で実施されており、 諸外国がどういう形でベースボールに取り組んでいくか整理しながら検討していくと井本事務局長イニングが短くなればすべて短くなるのは当たり前実際に数値としてどれくらいなのかと7イニング制での投球数打席数の数値の減少なども過去の大会の情報から得て検討しているという部活動をする生徒の減少気候変動などの課題に対応が必要な状況 暑さだけでの議論ではない環境の変化も加味しながら100年以上愛してもらっている高校野球を考えていかないといけない日本の高校野球は大きな転換に立っているときっぱりいいことはいいで続けていくのは大事ですが今置かれている社会の状況環境だったり状況にうまくマッチした形でこれから10年20年続けていかなければいけない変えなくて良いこと そうでないものがある。すべてを変えるわけでもないですし、考えながら次につなげていくと話した。7イニング制の導入を春、夏で変化をつけるかどうかなどについてもメリット、デメリットを踏まえて検討中。同グループでの検討結果を機に理事会にて導入の可否を決定する方針。理事会の方に検討した内容を報告した上で次はどう進んでいくか。 今の時点では何ともわからない状況と説明した。